駅前の放置自転車の一例、池袋駅、北口付近渓谷の一例、新横浜駅付近放置自転車とは、日本国内において、通勤通学や買い物及び不法投棄や、盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主がそばにいない状態で放置された自転車のことで、ある。放置自転車は、駅や商店街などに集まりやすく、 社会問題化している。放置自転車は交通渋滞や事故の原因、身体障害者や緊急自動車の通行の妨げ、割れ窓理論などを根拠とした治安悪化の原因及び街の美観を損なうとして問題視される場合が多い。国土交通省の調査によると全国の駅周辺に放置された放置自転車の数は減少傾向ではあるが約4.4万台に及んでいる。 三大都市圏での放置数は、東京圏約17,500台、大阪圏約9,700台、名古屋圏約7,900台となっており、全国総数の約79%を占めている。放置数が多い自治体は、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、北海道札幌市、神奈川県、横浜市などとなっており、駅ごとに分けると多い順から、 動物園前駅、久谷大通駅、上前津駅などとなっている。全体的に改善傾向が続いており、大阪市では2011年から約9分の2に減少したほか、2007年2009年時点で2000台超となった名古屋駅、南馬駅、川崎駅などは500台以下まで減少している。放置自転車が社会問題化したのは昭和50年代後半で、 1980年に自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が作られた。現在のような対策の枠組みができたのは1994年に成立した自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律からで市区町村の義務と権限が拡大し撤去や処分を行いやすくなった。また、 市区町村を中心に駐輪場を整備し、放置自転車の撤去を行ってきた結果、駐輪場の収容能力は1977年の約59.8万台から2019年の間に約7倍の約437.4万台となり、放置自転車の数も最盛期の98.8万台から約22分の1の約4.4万台まで減っている。また、 レントサイクルの稼働自転車数は約5.3万台である。なお、全国で撤去された放置自転車は約101.4万台で、うち約56.2万台が年度内に持ち主に返還されたが、約4割もの放置自転車は廃棄され、これらは資源回収業者に費用を支払って回収させることが多いことから返還の際の費用徴収などでそれを賄いきれず収支は、 赤字とされる日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人あたりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合が高い。日本の自転車の平均販売価格は、デフレーションの進行によって、14,363円から15,09円にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、 使い捨てにしているのではないかという分析がある。駅には多くの乗降客がおり、駅まで自転車で来る人もそれなりの数がいる。人数が多いため問題は大きくなりがちだが、約30年にわたって市区町村が駅周辺に駐輪場を整備したこともあり、一般的には駐輪場の利用率は高い。最近は駅から自転車で学校や会社に向かう人の対策も考えられており、 夜間や休日の長時間駐輪に対応するために、レンタサイクルの導入が進んでいる。鉄道利用者に代わって問題視されているのが、買い物客などの駅前施設利用者である。鉄道利用者と比べると放置時間は短いものの、駐輪場の存在を知っていても利用する気がなく、常習的に自転車を放置する傾向がある。原因の一つは店舗に隣接する。 駐輪場が整備されていないことであり、大規模な建物に対して、不知義務条例を作って整備を促す自治体が増えているが、駐輪場があっても自治体などの周知不足などで存在が知られていないケースもある。自転車等は全国で2019年に約16.9万件発生した。盗まれた自転車が所有者に戻る確率は約52.3%で、 最も低いのは茨城県、最も高いのは神奈川県であった。盗難自転車は放置時、他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害であり、車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車である。使用しなくなった自転車を放置した場合には不法投棄として処罰される。一方で、 私有地に放置された自転車を処分するには所有者への周知などが必要とされ、所有者がわからない場合は遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察所長に届け出なければならない。これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっているようである。一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、 自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしている。使用者が自ら、指定された日時にゴミ回収場に出したり、粗大ゴミとして処理を依頼したりした場合、行政側は所有権放棄とみなして処分するが、ゴミに出された自転車を他人が拾って乗り回すことには、法律的な問題が生じる、可能性がある。警察官による職務質問。 所有者紹介などの際、防犯登録の抹消がされていない限り、元の使用者に所有権があると推定されるからである。事実関係が確認され、所有権の放棄が明らかになれば、窃盗の疑いは晴れるが、なお遺失物等横領罪の疑いで引き続き、取り調べを受ける可能性がある。また、近年ではゴミ回収場に出されたものは、元の所有者から、 自治体に専有が移転したとみなされたり、そのように条例等で規定している場合があり、廃棄物関連の条例違反に問われる可能性もある。放置自転車を習得して乗り回していた場合には、窃盗罪もしくは遺失物等横領罪の現行犯となる。どちらの罪が適用されるかは、習得時の自転車の状態などによる。老朽化するなどし、 所有権が放棄されていることが明白な場合や、元の所有者が被害届を出していないなどの場合、実務上、遺失物等を量として処理されるケースが多い。職務質問で自転車の所有者と使用者が一致しなかった場合や、その自転車について被害届が出されていた場合、窃盗の容疑で取り調べを受ける場合がある。所有者のわからない自転車を習得したときは、 遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署長に届け出なければならない。自治体により撤去された実転車の一時保管場所、東松山市市区町村は放置自転車に対応するために、自転車法に基づいて、放置自転車等規制条例や、淵義務条例、自転車等駐車場管理条例、その他の関係条例を整備している。 また自転車法に基づいて自転車等駐車対策協議会の意見を聞いて放置自転車対策の総合計画を定めている自治体もある。1977年頃は駐輪場の収容台数より放置自転車の数の方が多く駐輪場不足が深刻だった。1994年に改正された自転車法は一般公共のように供される自転車等駐車場の 設置に努めるものとするとして、地方公共団体に対して努力を求めた。そのため、市区町村は自転車等駐車場管理条例を作って、駐輪場の整備に努め、2012年現在では30年前の7倍の収容能力となっている。一方で、駐輪場は一致が、自転車法は鉄道事業者や観光所、学校、百貨店、スーパーマーケット、 銀行、パチンコ店などの大量の駐車需要を生じさせる施設に対しても駐輪場の整備を求めている。しかし、鉄道事業者の駐輪場の収容能力は全体の6%、大型店舗は約1%に過ぎない。そのため、市区町村は自転車法に基づいて、淵義務条例を定め、大量の駐車需要を生じさせる施設に対して駐輪場の整備を促しているが、 都心部などでは地価が高いこともあり、整備は難しい状況があるとされる。例えば、東京都千代田区は自転車の放置率が約47.9%と23区内で最も高く、小川町駅、淡路町駅や神田駅や秋葉原駅の駅から500メートル以内で200台以上が放置されており、駅周辺に駐輪する自転車の半分近くが違法駐輪という現状であるが、 これに対して、区では、放置禁止区域の指定拡大や商業、業務施設や駅周辺への駐輪場整備や、レンタサイクルの活用の対策を講じたりしている。一方、同都島区は2003年に、鉄道事業者に対して、条例で課税して、費用の原因者負担を求めるという施策を行ったが、同税は後に廃止されている。 山梨県甲府市の甲府駅では2009年の調査で1日あたり約1600台の自転車利用の駐輪需要があったのに対し2013年11月時点で駅前駐輪場の供給スペースが775台しか存在しなかったため放置自転車が常態化していたそのため中心市街地の再開発で地下駐輪場の新設などが行われ 2015年6月時点で調査時の需要を上回る1685台まで増設している。今後も立体駐輪場を追加整備し、需要増に対応するとしている。放置禁止区域とは、市区町村が放置自転車を撤去できる区域のことである。自転車法は、駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、 必要があると認めるときは、地方公共団体に放置自転車の撤去を促しているが、市区町村は条例で放置禁止区域を定めることで、より広範囲の放置自転車を撤去することができる。放置禁止区域は道路ごとに必要最小限の範囲で指定することが多いようだが、エリア制を導入して広範囲を指定することで、放置禁止区域のすぐ外側で放置自転車が増える。 ドーナツ化現象を防止している自治体もある。自転車法の総合計画では、自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項を定めることができるとしている。自治体の中には係員が放置自転車の巡回指導をしたり、完成の住民団体を組織したりして、マナー工場に努めている場合がある。また、都道府県が主導して、 広報活動と撤去活動の強化期間を定める場合もある。一方、福岡市の天神商店街では2006年から、駐輪クーポン制度を始めて、駐輪場利用者に特典を提供することで、周辺にある4つの駐輪場の利用を促しているという。一例として、札幌市では自転車等放置禁止区域対策業務の 調達に対し2017年4月6日に実施された一般競争入札では北海道東急ビルマネジメント株式会社が3、218万4、0円で落札。同市都心部自転車誘導整理業務の調達に対し2017年4月6日に実施された一般競争入札では、殺新警備株式会社が3、229万2、0円で落札した。 駐輪場清掃業務などを含めると年間7000万ほどの費用を放置自転車関連費として札幌市は負担している。寝屋川市は2010年に7294台の放置自転車を撤去し4599万円の費用がかかった。また千葉市は2010年に27313台の放置自転車を撤去し移動に1億1270万円。 保管に2405万円を出費している。大規模な駐輪場を持つ江戸川区の場合、放置自転車の撤去費用の他に相当額の駐輪場運営費が必要となっており、駐輪場の経費は1台あたり26,060円。年、放置自転車の対策費と合わせて8億6,481万円の経費がかかった。一方、駐輪場の使用料と撤去自転車の 変換手数料を徴収して6億9600万円の収入を得ている。東京都内の市区町村の放置自転車の対策費は、撤去と駐輪場の管理費が約126億円で、駐輪場の整備費が約28億円である。財源は、地方税と交付金のほかに、国庫支出金と国庫補助金、東京都の支出金と貸付金などがあり、 日本自転車普及協会や自転車、駐車場整備センターからも補助が支出されている。放置自転車の半分は返却されるほか、4分の1は廃棄されるが、残りは売却されたりリサイクルされる場合もある。リサイクルを実施しているのは273市町村で、リサイクルされた自転車は196,026台に及ぶ。 うち日本国外への譲渡は4万1917台で NGO などを通じて開発途上国に贈与する事例もある。放置自転車の売却は159市町村で行われており48万3790台を売却した。ただし売却額は放置バイクと合わせても約3億7100万円で1台あたりの平均値は数百円程度に過ぎない。 売却は自治体のバザーやイベント、競売などでも行われている。現状、放置自転車が保管所で一定期間預けられていても、近年では自転車の低価格化が進んでいることから、自転車保管所までの交通費、保管費用等を支払うことを計算すると、新規で安いものを買った方が良いという考えもあって、地域によっては所有者が引き取りに来ない割合が高い、ところもある。 特徴的な事例として以下のようなものもある。ありがとうございます。